ジャムステックプレゼンツ地球 TV。 地球 TV。 Welcome to ジャムステックプレゼンツ Discover the Future 地球 TV。 I'm your host Sasha。 Today I am at the port of Shimizu in Shizuoka Prefecture。 地球 will leave here shortly for the source region at the Japan Trench、which caused a massive earthquake last year off Tohoku. You see people already really busy preparing for the departure. On our last episode, Dr. Mori, co-chief scientist of this project, told us that this expedition involves great challenges that Chikyu has never tried before. Chikyu will drill 1,000 meters from the ocean bed of the Japan Trench, which is 7,000 meters underwater.Which makes altogether 8,000 meters. 8,000 meters, that is too far to imagine from our daily life. So today I'm going to ask the team members about how challenging it is to reach the place and also what exactly they are going to do to achieve that challenge and also many other things. So let's begin our new episode of the Chikyu TV. Chikyu TV.それではこの難しい困難なと言われているプロジェクトのメンバーでもありますジャムステックの江口信久さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。さて、まあ、いろんなチャレンジングだという話は伺っているんですけれども、はい、実際どんなところが難しくて何をするんですか。そうですね、やっぱり一番大変、我々準備して大変だったのは、はい、今度 の掘削する場所がですね、水深が7000メートルという水深、はい、でそこから1000メートル掘るというトータル8000メートルというオペレーションというのはやったことないんですよね、はい、正直言ってもう人類がやったことないと、ね、人類がやったことがないって、そうですね、7000メートルの水深という掘削は、今まで1回だけアメリカの船が掘削船がやったことありますけれども、はい、その時は15メートルぐらいしか掘ってないんです、はい、で今回それを1000メートル掘るっていう、一気にそこまで広げますから、はい、これはなかなか大変な挑戦だなという気がしています。まあ、お話を伺っても数字聞いても大変そうだなと思うんですけど、ね、実際にそれだけその、まあ、すごく深くて、ね、さらに多く掘るっていうのは何が難しいんですか。一つはパイプの強さですよね、はい、その7000メートル8000メートル分のパイプっていうとそれだけの重さになりますから、あ、はい、それに耐えられるパイプ、うん、それからあと7000メートルの海底っていうのは見えないわけですよね、はい、でその中で同じ一つの穴にパイプを入れたり、うん、それを抜いてまた違うものを入れたりっていうオペレーションしますよね、はい、そういうところっていうのはなかなか大変ですね。それって、まあ、見えないわけですよ ね、まあ、太陽光も当たらないし、もちろんもちろん、ね、どうやってやるんですか。それはパイプにですね、水中カメラをつけて、はい、実際に水中カメラをパイプにつけて下ろすんですか。パイプにつける直接つけるんじゃなくて別に釣ってる水中カメラをパイプに沿わせて下ろす感じですね、はい、それで海底を見てでパイプを入れ直すときはその入れる穴の口が開いてるんですね、はい、海の底に、それを見ながらこうパイプを入れていく感じです。まさにだって7キロ先のさらに1キロですから、す針に糸を通すより難しそうな気がするんですけど。いや多分難しいですね、じゃあ実際に今回はどんな、段取りで、はい、この研究をやっていくんでしょうか、はい、今回はですね、基本的に2つ穴を掘るんですけど、はい、同じ場所で、まあ、30メートルから50メートルぐらい離れたところに2つ穴を掘る予定です、はい、で最初の穴はまず何よりも今回最初に大事なのは動いた断層がどの深さにあるかっていうのをはっきりですね、はい、なのでドリルのそのドリルパイプの 先にですね、はい、センサーをつけて掘ります、はいはい、でそれでこう穴を掘っていきますと今期待しているのはその断層があるところが物性が変わる、要するに物がある程度変わる、ずれてるわけですからね、はい、そういうのをそのセンサーでディテクトして、ね、でここが海底から何メートルのところが実際の断層だと、ずれた場所だというのをまず見つけます、はい、でその見つけた場所にその断層がずれたことによって起きた熱の残った熱を測るというのが今回メインなので、はい、それがその急いで掘るということですよね。なのでその後にその掘った穴に温度計を紐でぶら下げて、紐でつなげた温度計っていうと非常に簡単に聞こえますけれども、はい、パイプの中に紐でこうたくさん温度計をぶら下げて、はい、それを穴の中に入れて、はい、その断層のところに温度計をセットするっていうのが最初の穴です。なるほど、これが1個目の穴。1つ目の穴、はい、で2つ目の穴はですね、今度はその断層のものを取ってきたわけですね。あ、そのどうなってるのか、中自体そうどういうものが動いたのか、はい、
っていうその断層自体を回収してくるっていうオペレーションが2つ目の穴のメインになります、はい、それはですから今度は穴を掘るだけじゃなくて我々コアなんですけど、はい、こういう柱状の地質の資料を回収してくるんですけど、はい、それをですね、海底下650メートルぐらいから始めて650メートルから今度1000メートルまでその間にあるはず断層が大体、ね、800から850ぐらいって我々想定してるんですけど850メートルぐらい深いところに断層ずれた場所があるとそう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 、はい、それなのでその650メートルから1000メートルぐらいまでを続けてこうそのコアを取ってくる400メートル分ぐらいぐらい、はいはい、そうですね取ってくるっていうことをやってその実際の動いた断層をこう目で見えるように線上に上げてくるっていうことをしますでその穴はですねコアを取るだけじゃなくて最初の穴に入れたのと違うタイプのセンサーをやっぱり入れて、はいはい、そのバックアップ、まあ、ある意味バックアップですよねでやっぱ温度を測るのと同時に今度はその地層の圧力の これからの変化っていうのをモニターして、はい、データを記録しておくようにそういうセンサーを入れることになりますじゃあその2つの穴を使って地震がなぜ起きてどのようになってるのかっていうのを調べるそうですねじゃあ実際に、はいそういった今回の実験そして、まあ、研究のために、はい使う、まあ、ものこれを見させていただくことができますかそうですね、今多分ドリルパイプを見ることができると思いますので、はい、リグフロアの方に行きましょうかはいお願いしますさあ江口さんエレベーター乗ってきましたけど、はい、ここはここはですねですか船の後ろの方なんですけど、はい、これご覧になって分かるようにこれ何ですかこれがドリルパイプなんですあこれが海の中そしてさらにその下の土の中に海底の中に入るやつ、はい、これ長いですね1本何メーターですかここにあるのは、ね、1本 9.5 メートルなんですけれども、はい、これをですね、この船では4本つないだものを1セットとして順番にこう、はい、順番に下ろしてつないでいくんですね、はい、それを8キロすごいちょっと待ってここに、まあ、左から右までねずーっといっぱいありますけどこれ全部で8キロ分あるわけですかいやこれね多分まだ足りないと思いますねまだこれからローリングあると思いますからまだ全部積み切ってないこの量があっても、まあ、そりゃそうですよねでこれが1本のずっと長い線になっていくわけですよねそうですでこの直径をね1ミリの糸と思って考えると、はい、1ミリの糸、はいそうですね、このぐらいの糸ですねその1ミリの糸を20階の建てのビルの屋上から下ろして地面を掘るイメージとしてそんな感じなんですよ1ミリの太さの糸を20階建ての屋上から下ろしていくでしかももうバッテンが下にあってそこに向かって入れていくようなもんそういうイメージなんですよ確かにこの目の前で見ると太いですけどそう結構大きく見えますけど、実際7000メートルっていう距離を考えると、はい、これねなるほどこれね、はい、どうこれ一個一個でこうなんかちょっと上側が太くなってますけど、はい、これ要するにくっつく面なんですか？そうです、繋ぎ合わさる面、ね、実際ネジになっててこれ今蓋がしてあるのでネジ見えませんけど、はい、でネジのオスとメスになってて、はい、順番にこうネジ込んで、はい、1個ネジ込んでいくうわそれを一回一回ここで作業して、はい、どん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 下ろしていくんですどんどんそうですそうですこれと一緒に水中カメラも下ろすって話でしたよねはいはい水中カメラはですね水中カメラの片側にこう、まあ、土管みたいな部分がありましてですね、はい、それをこのパイプに沿わせて、はい、上から釣った水中カメラをパイプに沿わせて下まで下ろしていってクーッと降りていくわけですかそうですね、下を見るっていう、はい、なるほどでこれを上から操作するんですかそうですね上でリアルタイムで見てますからなるほどそういう仕組みになってるんですね、はい、さて江口さん降りてきましたけどここはどんなところでしょうここはムーンプールってところなんですけども、はい、現在はここにありますこの温度センサーの、はい準備を行っているところです、はい、これケーブルですよねケーブルです、はい、分かりました実際にじゃあちょっとその様子を見させていただくことはできるんでしょうかそうですねうちの南波康弘が作業しておりますので、はい、そちらの方にご案内しますはいお願いしますさあそれでは南波さん実際にこうデータの回収どうやってやるのか教えていただきたいんですけどはい、はい、分かりましたまずあちらのですね、はい、サーミスターストリングといいますけれども、はい、さっきあそこにいました、はい、あそこで温度の計測を21点でやってます あそこにセンサーがついてるんですねはい、はい、あれが海底に掘られた穴の中に設置されてますはいでそこから、データがずっとこのケーブルをたど、はい、りまして、はい、海底面上まで来まして、はい、で、ここの中にそのデータが入りますあこれは海底のところにこう海底面上に置いてあるわけですね、構造物の上に設置されてます、はい、ここにデータが来るとそうです、はい、でここに来たデータは、アナログ信号なんですけれども、はい、それをデジタル信号にここで変換します、はい、で変換されたデータは、こちらのロガーバッテリーユニットの中に、はい入っています、はい、メモリーの中に蓄えられますなるほどここにハードディスクみたいなのが入ってるわけですね、はい、要はそうですね、はい、で、まあ、ここで、蓄えられたデータはまあ、いくつか
回収の方法がありますけれども、例えば、ROV 開口で開口2で、はい、海底まで来て、はい、回収するということができます。じゃあ実際にこう海底まで行ってパコンと取ってくるんですか？データ通信ですので、水中着脱コネクタをつけてで吸い出すという形。なるほど、データだけ吸い出してまた戻っていく形になるんですか？はいはい、そうですね。なるほど、はい、それともう一つここにもセンサーらしきものがあります。これは何ですか？はい、これはこちらが設置されるのとは別の穴なんですけれども、はい、そこに設置される小型の温度計です、はい、でこれについてはテキサス大学のパトリックさんが、はい、説明してくれます。はい、はい。So Patrick, is this sensor different from the other one that we already saw? Yes, so we have these sensors and they're different from the others because each one of these has their own data logger. Okay. So, and these can also record temperature and these also can record depth. Okay. So they can measure both of them down deep and then we can pull them out later on and get data from each single one. Okay, how many of them are you're going to put down on the ocean? We have 55 of these, where the other one can only measure temperature at 21 yes. different places. So why does it have to be 55 so many? 55 so many because they're going to be in one spot at different depths, and we want to figure out what the temperature looks like across the fault over many depths and really make sure that we catch the temperature anomaly from the fault very well. Okay, so you'll see the difference. That's right, and we'll see the full shape of the heat from the earthquake. Okay, I see. And this is wrapped up, so this one is inside here, right? That's right, and so all these sensors are going to go down there, but the data logger is inside, so we have to pull them up later on with the Kaiko. We'll pull them up out of the hole yes. to download the data. Mm-hmm. And to protect them, we'll wrap them up in this rubber okay. Protection and attach it to the rope. I see. And in addition, even though since we have to pull them up, yes. We have to have an extra safety uh-huh. precaution in there because the fault may still be moving yes. and capture and trap the sensors. I see. So we also have this weak link. Mm-hmm. And so we will attach parts of the rope to this weak link. Yes. And if the fault traps it down here, the weak link will break uh-huh. and we can capture all the sensors up above it. I see. So you will, it's a precaution to not lose everything. Yes, we hope that we get all of them back, but if the fault catches a few of them, we'll have many of these to get as many sensors back as we can. I see. Double safety. 江口さん、今日はご案内ありがとうございました。どうしまして。まあ、それにしてもすごい技術を使って、ね、本当に大変そうだなっていうのはよく分かりました。はい、普通こういう形 の, 科学施策っていうのは、まあ、リードタイムっていうか準備期間5年ぐらいは普通取るものなんですよ。はい、で今回はその3月に地震が起きて、実際に研究者たちがどこを掘るって決めたのが8月ぐらい で,、はい、でまあ、その前から我々もその やることになりそうだっていう準備を始めてましたけど、まあ、8月ぐらいにその科学者たちの意見が出てきて、それから、まあ、今このもうすぐまあ数日で始まるわけですけども、はい、までの準備っていうのはかなり大変でした。そうですよね。まあ、その5年かかるものを1年弱でやっちゃったってことですよ ね, そ う, いうことですね。ようやくこの出航を迎える、はい、という段階で、まあ、それを担当なされてた江口さんから今 の, その今回の研究にかける後悔にかける思いって何かありますでしょうか？はい、いや本当に短い時間にシーレックス、ジャムステック全体、それから研究者たちも合わさって全体で一生懸命ここまで準備をしてきました。はい、でこれはもう後悔もうやっぱり予定通り成功するってことですね。はい、それを本当に望んでますし、ええ、そのためにこれから戦場でいろんなことが起きると思いますけれども、できるだけのことをやって今回の成功を導きたいと思ってます。まあ、本当に世界中の期待が集まっていると思うんですが、本当にご無事に、はい、そして成功することを祈っております。頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。地球 TV。Thank you for your cooperation. Thank you very much.